はい、どうも皆さんこんにちは、山猿と申します。はい、今回はですね、 S 級装備のこの箱ですね、 S級エクセレント装備を4つか5つ解放して、あ、レジェンド装備をね1個2個3個くらい作れればいいかなって思っておりますので、よろしくお願いします。解放します。で、こっちの S 級軍備で、あと20回回せば一応 S 級装備が手に入るので、これも1回回します。はい、OK。で、もう10連。で、これで S 級が、はい、ちょっとゴミが出てきてしまった。まあ、なんとかなるでしょう。でですね、こちらのエターナルバトルスーツなんですけども、もうすでに S 級になる、S 級じゃねえや。レジェンドになるので、やります。こいつ。はい、で、2つ。そして2つと2つを組み合わせて、はい。金になる。そして、この金が金と金で、レジェンズになりましたね。ありがとうございます。よし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 。で、狙うはっていうか、まあ、とりあえずハンドアーマーが今のところあと2つあればレジェンドになるので、2つ解放しますね。ハンドアーマー2つ解放。はい、 OK。 こいつらをこうして、危ねえ、今危なかった。これあるから怖いよね。まあでも一応あれは出るからいいよね、換気ね、注意換気出るからまだマシでして、いやどんどん、あ、でもやっぱ2個がマックスかな。ハンドアーマーとエターナルバトルスーツの2つが限界かな、レジェンドは。で、これで、ハンドアーマーが OK。 はい、レジェンド化しましたね。ありがとうございます。自分周りの一定範囲の敵が徐々に衰弱していく。これやばいよね。何衰弱していくって。もう毒じゃん。ねえ、どうしようかな。どれがいいんだろうかっていう感じなんですけども。まあ、個人的には靴をやりたいんですけど、フットアーマーはね、これしか持ってないんですよね。一個しかなくて、金色ですらないからな。ちょっと待ってくださいね。考えた結果ですね、ちょっとまだ使うところがなかったのですいません、4つか5つ使うとか言っといて、まだ2つしか使うことができませんでした。すいません。まあまあ、でも一気にこれで一気にレベチなったんじゃないかなと思いますので、はい、というわけでという動画でした。僕の自己満足の動画でした。ありがとうございました。さよなら。